ノーザンレインボーは日本の競争は1998年中山大障害を優勝した黒影のお馬である。全員姉に優秀品馬を制したアドラーブルがいる。1993年1月9日に平地でデビューし通算7勝を挙げた。平地の勝ち倉はすべてダート戦が芝でもステイヤーズステークスで5着となるなどなかなかの成績を残し、 1997年のメグロ記念を最後に、障害入りする。平地時代は差し馬だったが、障害競争では、逃げの戦法ですぐに頭角を表し、デビューから4 0 0勝参で1998年の東京障害特別に出走。一番人気に押されたが、ここは、タスキ大竹作で点倒し競争を中止した。しかし勢いは止まらず、自走の障害オープンを落勝して、 中山大障害へ。同レースには、前年秋に、阪神、東京、京都の障害重症を制した、アワパラゴンが、史上初のグランドスラムをかけて、出走、1.9倍の一番人気となっていた。レースでは、ノーザンレインボーが逃げを打ち、アワパラゴンが離れた2番手、さらに離れて、ポートフリーという展開。そして大竹作で、 アワパラゴンが転倒により競争を中止すると、この時点で勝負あり、あとは完全な独走状態に入る。最終的に後続に5.9秒の大差をつけて優勝となった。これは中山大障害の歴史においてシンボリクリエンスの8.6秒に次ぐ奇差であった。しかし1ヶ月後に行われた京都大障害では戦闘争いを演じるものの、 三周目の向こう正面で、障害競争三連勝中の一番、人気ごとスピードにつかまり大差の二着に敗れた。その後休養に入り、秋シーズンでは障害オープン競争に勝利した後、タスキコースの廃止された東京障害特別に出走。先行策を取り、直線で一旦、いぶきハイシーザーに抜け出されるが、そのいぶきハイシーザーが大きく、 外に寄れている間に戦闘を奪い返すと、最後は、ビクトリーアップの追撃を、首差しのぎ、春の雪辱を果たした。続く、春中連覇をかけて出走した中山大障害では1.5倍の一番人気に、押されて、春同様に再び逃げを打つが、大池が障害で転倒し競争中止。その転倒時の打撲から筋肉痛を発症したため、10ヶ月半休養した。 その後1999年秋の京都障害オープンで復帰して3着となり、グレード制初の中山大障害では一番人気に支持されたが、最後の反路を超えて一敗となり9着と惨敗し、翌2000年の中山グランドジャンプでも2周目の向こう正面で失速して8着。その後放牧に出されていたが、結局同年9月22日に競争場登録を抹消した。 2001年にノーザンホースパークで種ボバ入りし未出走の上海サンクワットソニアと交配され、翌年には唯一のサンクワットミリングが誕生。しかしサンクデビューは叶わず、ノーザンレインボー自身需要がなかったこともあって、現在は乗馬となっている。ありがとうございます。